JCOM からお届け北九州人図鑑。どうもありがとうございます。歌っていただきました。皆さんこんにちは。始まりました北九州人図鑑。この番組は北九州で元気に活躍をされている北九州人の方をゲストにお迎えいたしまして、その方の活動の内容やご本人の元気の源、そして北九州の魅力などについても語っていただきます対談番組です。進行役は私伊藤美香です。よろしくお願いします。そして第3回ゲストはこちらです。北九州イノベーションギャラリー館長の影博之さんです。はい、北九州イノベーションギャラリーで館長してます影と申します。影博之です。よろしくお願いします。そして今回の収録場所なんですけれども、八幡東区東田にありますこちらです。北九州イノベーションギャラリーのデジタル工房にお邪魔いたしております。影館長、こちら八幡東区東田といいますと随分広いところですけれども、はい、ね、場所はどのあたりというと分かりやすいですか？もうスペースワールド駅を降りていただいたら、うん、本当すぐなんですけども、ただあの、まあ、東田航路がすぐ見えますから、うん、その、まあ、ほとんど地続きだと 隣というか道路を挟んでお隣と思っていただいたらいいと思います。こちらに本日お邪魔しております。そして影館長をお招きいたしましての北九州人図鑑、トークテーマ3つです。1つ目、原点は考古学。2つ目、第二の故郷北九州。3つ目、イノベーションの力ということなんですが、早速この最初のテーマです。原点は考古学ということなんですけれども、影館長の原点、ご出身はどちらでしょうか？私は大阪府の堺市生まれ、はい、ちょうど大阪の町のちょうど南隣ですね、大和川を挟んで南側にある町なんですが、ですから決して北九州人じゃないと思って大丈夫かなと思います。もうでもこちらに引っ越して来られて、そうですね、もう随分になりますけど、はい、まあ、我々生まれたところは、私の生まれたところはまあちょうど周りがですね、弥生時代 の遺跡があったり、あるいは古墳、前方後円墳、皆さんよくご存知の仁徳天皇陵とかですね、そういうてあの、まあ、御陵がよく見える場所、古墳のよく見える場所ですから、そういうところを、まあ、結構中学校高校、はい、大学の前半ぐらいまで、はい、もうあちこち回ってました。ああ、そうなんですね、はい、堺市は古墳がたくさんあるところですけれども、こちらはこれはうちの家からは遠くにですけど、はい、見えた、あ、まあ、利中陵の正面の写真ですね、はい、家から見えるというのはすごいですね、はいはい、環境、はい、まあ、ちょうどこれの裏側でちょうど影に隠れるのが、うん、あの例の日本世界一かな、仁徳天皇陵ということになります、はい、教科書で見たことがあります。はい、はい、そしてもう一枚写真がありますけれども、これはまあなんか非常にセピア色であれですけど、いい感じですね、まあ、これはあの友達なんかと一緒に高校時代に、はい、だから高校の学生服をかぶってますけど、はい、あの高校時代に、まあ、これは応神天皇陵じゃないかな、まあ、本田陵三朝木と言ってますけど、あのこれも世界で2番目に大きいんじゃないかな、あの古墳としてはですね、はい、そこへ行ったその前入り口のところの写真だと思います。ということで考古学は非常にお好きだったということなんですが、はい、考古学の道にずっとこう進んでいこうという思いを新たにこうされていた頃ですか？実は意外とそうじゃなくて、うん、結構その多少なんか焦ったのかなんか知りませんけど、うん、本当に自分の仕事にしないといけないことというのは、うん、なかなかやっぱり雑用も多くて、なかなか苦労も多いんじゃないかなと、だから本当に好きなものは取っとこうというかなりいい加減な発想でですねで、まあ、それとまあ他のことでも面白いものがありましたから、うん、そっちの方を選んで、考古学は未だに趣味の域をですね、とどまってますけども、未だに多少は続いてます、はい、そして27歳の秋に九州工業大学へ、はい、ということなんですが、はいはい、こちら大学でのお立場は？この時はあの、まあ、直接助手を経ずに講師としてですね、まあ、だから、まあ、行ってもすぐに半年後からあの教えるという立場になりましたんですけども、うん、まあ、あのそれで来させていただきました。ただ、まあ、あの北九州についてはというか九州全体についてはですね、うん、その私の影という名前がもともと筑後の方の名前、久留米市の、まあ、草の戸が田主丸あたりの名前で、私が高校時代の時にもそこへ、うん、うちの祖父に連れて行ってもらったりしてたということもありましたし、それから先ほどのまた古墳と絡みますけれども、はい、
関西にないような遺跡が北九州にございますので、はい、例えばその装飾古墳であるとか、それから、あと何がありますかね、亀館であるとか、あるいは史跡墓だとか、そういうのが見たいもんですから、はい、結構そのそういう学生時代からこっちに来る前から何回かこの、こちらの方にそういうものを見にですね、わざわざやってきたと、はい、往復したということがございます。でその経験もあるんでですね、うん、でそれで、まあ、あんまり声来ることには抵抗はございませんでした。ちょうど今見せていただいているのは、うん、これは、まあ、ご存知でしょうけど、竹原古墳の、はい、写真ですけど、今はガラスでこうガラス越ししか見えませんけど、当時は単なる金網しかなかったものですから、当時に撮った写真ですね、それをちょっと今拡大していただいたということで、これは何年前ぐらいなんでしょうね。これは大学入ってすぐぐらいじゃないですかね、うん、だからもう何年でしょう、40年ちょっとぐらいになるんじゃないかと思いますが、はいはいはい、福岡県の宮若市にありますね。そうですね、はいはい、非常にこう色などもはっきり残ってるんですね。これを見ながらまたいろいろ想像なさるわけですね。そうですね、なんでこういう図柄なのかとかですね、まあ、なかなか答えはほとんど分かりませんけれども、はい、まあ、想像を、ね、膨らませることが非常に楽しみだったということですね。はい、はい、さ、そして2つ目に参ります。はい、第二の故郷北九州ということなんですが、はい、学生時代からよく来られてました北九州に移り住むということになったわけですね。はい、職場が九州工業大学。はい、大学ではどんな研究をされていたんでしょうか。私の専門はその、まあ、その前の、まあ、大学の時代から化学工学、化け学工学、まあ、もともとアメリカなんか中心に発達したので、まあ、英語で言えばケミカルエンジニアリングというふうに言ってますけれども、まあ、これはよく化け学ってついてるものですから、化学ですかって言ってなんか試験管を振るようなイメージで捉えられる方がおられますけど、そうじゃなくて、むしろそれをどうやって皆さんに大量にこう供給できるかという、要するに、まあ、いわゆる化学プラントですね。プラントの設計だとか、それの最適化とか、それの運転にまつわるようなことから発達してきたというか、それを整理したような学問だと思っていただいたらいいかと思います。こちらが大学の正門の写真ですね。はい、学生さんの印象ってどんな感じですか。そうですね、まあ、これ今ちょうど正門見せていただいてますけど、これは例 の、 九州工業大学は前身が、はい、明治専門というか、ね、うん、明治専門学校と言われまして、非常に古い歴史を誇っていて、しかもこれは企業さんというか、まあ、安川さんがですね、うん、寄付をされて国立に後になったということですので、はい、そういう、まあ、私学から始まって、そして国立に移ったという、まあ、非常にユニークな大学ですので、まあ、中の学生あるいは学問の中身も、うん、研究の中身も非常にやっぱり実学を重んじたような内容だったんじゃないかなというふうに今から考えたらそういうふうに思われます。うん、で学生の方もそういう意味ではまあ、それにあったというか、うん、まあ、本当のなんか頭でっかちで頭ばっかりいいというような格好ではなくて、本当に体がよく動きながらちゃんとものを考えてくれるということで、ですから非常に研究なんかはやりやすかったですし、うん、逆にまた企業さんの就職なんかも非常によくて、はい、今も企業でたくさん活躍されている方がおられると思います。うん、さあ、そしてお仕事で海外に行かれることも多かったと伺いましたけれども。そうですね、はい、私は一番初めに行ったのは、これは2回目の、はい、長期 の、 オランダへ行かせてもらった時のことですが、まあ、幸せなことに結構海外にはですね、長期も2回含めてですね、何回も行かせていただきました。で1回目はアメリカのかなり北の寒いところで、冬にはマイナス30度40度に近くなるというようなところで、シラキュスっていうところに行かせていただいたんですけど、そこにほぼ1年、それからこれは2000年頃の写真だと思うんですけど、2000年に、これオランダのデルフトって、デルフト工科大学という大学があるんですが、結構名門大学ですけど、そこに行ったところですね。日本の学生も海外の学生もご覧になって、はいはいはい、どうですか、何かこう違いってありますか。海外の学生って、まあ、これもいろんな方がおられるから、うん、まあ、一般論でしかないんでしょうけど、日本の学生よりはやっぱり日本ほど、まあ、国がこう独立してないというか孤立してないって言った方がいいかな、はい、結構いろんな国の人とこう交わったりされているので、まず独立心が日本に多分あるんじゃないかなというのが一つですね。はい、それともう一つ感じたのは、結構特にヨーロッパですけど、うん、もうやはり多少は、アニメなんかの影響もあるかもしれませんけど、日本に対して結構興味を持ってられて、はい、日本の大学で例えばドクターのコースに行きたいと
というような希望があって調べてみたけれども、うん、精度が違いすぎてと、うん、精度が違いすぎるというのは日本の場合はそのドクターというのは結構学生扱いになってますけど、うん、彼らはもうスタッフですね。さっきのデルフトだったら明らかにスタッフのところに、ドクターの学生が入ってますので、でそういうところだとほとんどその授業料がただというよりむしろその研究のための、うん、あのなんか賃金したらおかしいですけどそういうサラリーをもらって、あの働いているというような形でしたので、ですからなんぼ行きたくてもさすがにお金払ってまではいけんのよねっていうような話をされたのは結構強く覚えています。じゃあ制度の違いというのもあるんですね。そうですね、日本もだいぶ最近はそういう意味では研究費の中からそういう雇うような形っていうのが増えてきましたので、これからだんだん近づいていくと思いますけど、だいぶ近づいてきたんじゃないかと思いますけど、当時はかなり差があったということですね、はい、さあそして2007年、産学連携推進センターへということなんですが、はい、こちらではどんな取り組みをなさったんでしょうか。ここはもう文字通り、うん、あの産学連携ですね。ですから、うん、あの地元もそれから もっと全国規模の大きな会社も含めて先生方の、まあ、研究とそういう企業とですね、うんまあ、マッチングしていただいて、そして、まあ、両者で、まあ、本当は新しい産業が起こるところまで行けばいいんですけど、まあ、それへ向かって、まあ、いろんな手助けをすると、うん、だからそういうなの中の内部の大学の中の規制規則の整備もありましたし、うん、そういう両方紹介するような話もしました、はいはい。こちらがインターンシップの様子ですね、うんまあ、これですね、これはだからそういうところから直接は別に産学連携というわけじゃないんですけれども、うん、そういうことで特に地元の中小の企業の皆さんとは随分と、うん、あのお知り合いになりましたので、うんまあ、そういうことからあのそういう地元の企業さんにあの我々の地元の学生を行かせて、特にその学生に企業の経験、特に企業の専門というのはこの場合むしろその社会勉強に近いかと思うんですね。あの仕事ってどんなものかとか、あるいは働くとはどういうものかとか、あるいは特に中小企業だと社長さんがあの1ヶ月持ってられるし、企業全体が分かるので会社とはどんなものかというのが非常にあの身近に分かりますので、うんまあ、そういうところに行って帰ってくると、こんなことではダメと随分目の色を変えてまた勉強しだしたという学生も結構知ってますので、はい、そういう意味では結構価値があったのかと。それも、うん、それをこの北九州は他にも西工大さんとか、うん、北九大さんとかございますので、そういう大学あるいは高専も含めて、うん、同じ場で、みんなでそれをやりましょうというようなその場の作りですね、うん、場作りを随分と特に後半ですねさせていただいて、実はここへ移動してからもそういうことをちょっとやってるんですけれども、まあ、そんなことでぜひあのこの地元の、まあ、良さというかここにある中小さんとかいろんなあの非常によくやってられる企業さんがありますから、それをここの方 でですねあの利用していただいてうまくあの身につけていただいて、そして、社会に出ていっていただければなというのが願いですね、はい。さあそして3つ目のテーマです。こちらイノベーションの力、はい、ということなんですけれども、はい、北九州イノベーションギャラリー、こちらはどんな施設になるんでしょうか。まあ、これはイノベーションの力というよりイノベーションギャラリーということで、はい、お示しいただいたんですけど、はい、ここはもともとここの設立の趣旨っていうのは、うん、この地元ここはですねあの、まあ、昔からの工業地帯なので、うん、そういう意味ではまず人材がおられるでしょうと、うん、それから、産業の技術もありますでしょうと、それから産業の遺産ですね、そういうものもありますと、はい、でそういうものがあることを利用して、はい、そして将来に向けて人材の育成あるいは人材の活用、うん、それから今までのその技術の、保存継承ですね、うん、それからさらにはその延長上になるかと思いますけど、そのイノベーションですね、イノベーションの機会を作ると創生すると、まあ、そういうことが目的に謳われてます。なかなか難しい目標なんですね。そうですね。そしてこちらの館長になられたのが去年のお話ということで、はい、そうですね、はい、その時はどんな思いで館長さんになられましたか。実はあの、まあ、私みたいに大学でずっといましたから、こういうところに勤まるのかなという多少不安はあったんですけど、ただまあ比較的引き受けやすかった理由というのは、うん、まずあの産学連携、先ほどもちょっと申しました産学連携の仕事をしてますが、外とのお付き合いが結構ありました、うんうん、まあ、それであの私自身が非常にあのやっぱりいろんな方とお知り合いになって、まあ幅広くいいお付き合いをさせていただけるようになったということで、実はここのイノベーションギャラリーそのものもですね、それまでにも何回も声来てますし、ここの展示も結構見させていただいたし、最後はなんかもうここの多少ご意見を申し上げるような立場にもありましたので、そんなことではまああの中の本当の経営面は分かりませんけど、外の
から見たところでは随分分かっていたということは一つですね。そして今お借りしていますこのスペース、こちらが、はい、デジタル工房なんですね、はい、この写真なんですが、たくさんの方が来られてるんですね、うんうん、そうですね、これはちょうど昨年の7月にオープンさせていただきました、うん、でここは実はイノベーションギャラリーと、まあ、名前も難しいしですね、うん、建物もデザイン良すぎるのかなかなかとっつきにくいとおっしゃるし、あるいはその今までここに立派な工房があって、うん、旋盤だとかボール盤いろいろ揃ってるんですけども、うん、技術者も揃ってるんですけど、うん、ただ残念なことに、まあ、ちょっと重たいものが多かったんですね。ですからやっぱりそれでとっつきにくかったのかなと思います。で、私が来てからということで、まあ、私の前からそう考えられたんでしょうけど、やっぱりお客さんいろんな方に来ていただきたいと、特に若い方だとか女性の方だとかそういう方にも来ていただきたいということで、このデジタル工房というのを開設しました。でこれは3D のプリンターとかですね、それからレーザーカッターというので、だいたいまあコンピューターでこう制御しながら機械の方が勝手に作ってってくれるんですね。ですから多少ちょっとその初めのソフトのところで、勉強してないといけないかもしれませんけど、まあ、これなんかももう出来合いのものもありますから、そういうソフトを使って作り上げていくと、まあ、そうそういろんなものが勝手に作っていただけるので、まあ、変な指先を切る心配もなくですね、身軽に来ていただけるんじゃないかなと思います。この青い部分ですね、これ今ちょっとずつ出来上がってる、はいはい、ってますね、ところなんですね、はい、でまあ、ちょうどここに、はいはい、置いていただいてるんですけど、はい、こういうものができたり、誰も触ってないんですよ ね、 すね、一人で出来上がっていくんですね、はい、まあ、あえて言えば最後にちょっと周りのバリを落とすとかそういうことはすると思いますけど、はい、そういうこと、それからあとそれなんかも一体で作り上げて、うん、後でこういうところなんかでも、はい、動くように、こう後でこれ中ではめたわけじゃなくて、一体で作り上げて、ここをちょっとこう割ってやってこう動くようにしてあるんですけど、こういうこともできますし、すごいですね、うん、さあ、これからなんですけれども、館長のお立場としてこれからどんな活動をしていかれますか。まあ、先ほど申し上げた通りなので、うん、まあ、ただ淡々とぜひ利用者の増えるようにですね、はい、いろんな方に喜んで来ていただけるようにっていう取り組み、はい、それからまあここを起点にして、はい、いろんな方のこう価値の違った人がこう集まって新しい価値を生み出す、それが多分イノベーションじゃないかと思いますので、はい、そういう方向につなげていければというふうに思っています。もうジャンルを問わずいろんなところにこう広がっていきそうな感じがしますね、はいはい、だからこれは工業分野では決してないので、うん、もういろんな分野に広がっていくと思いますので、でそういう、こう組み合わせデザインすること自体がここの目的でもありますので、ぜひここを利用していただいて、ここを舞台にここを拠点にいろいろと広がっていただければと思います、はい、お話を伺ってて、はい、考古学とちょっと似てるかなと思ったところがあるんですが、例えばこう石器だったり、うん、食べたものであったり、うん、いろんなものを結びつけながらまたその姿をこう思い描いていきますよね。まあ、そうですね。イノベーションもなんか新しいところにこう向かっていくというのは全く関係ないようであって、はい、そこから広がっていきそうだ、まあ、かなり幅の広いものから出来上がっている、うん、あるいは逆にいろんなものに想像が広がるという意味では似ているかもしれませんですね、はい。さあ、そして最後になりますけれども、こちらですね、現在開催されています木造りの道具たち展についてご紹介ください。これは神戸にございます、はい、非常に私の大好きな、はい、企業さんのコレクションから始まった、はい、まあ、そういう資料館があるんですけど、竹中大工道具館っていうんですけど、はい、まあ、そこからかなりの点数をお借りしてて、まあ大工道具の歴史みたいなことから始まって現代の木工のことまで見ていただこうと、はい、で、まあ、日本独自の発展をしていくんですよね、はい、特にカンナとかですね、のみですね、でそして日本風の建物、ここでは非常に大きな目に引く薬師寺の東院堂の模型がございますけど、うん、そういうところの木組み、雨が多いからこう軒を、ひさしを出してますけど、そういうところの作り、これはもう日本で開発されたもので、まあ、中国のから入ってきたものもとに、そういう建物も変わっていくし、それから道具も変わっていっているので、それこそまさしく今までの過去のイノベーション例だろうと思いますのでですね、そういうことを見に来ていただければと、ご覧いただけるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さんでお越しくださいませ、はい、こちら開催期間が7月9日の日曜日までということです、はいはい、ぜひ皆さんもお越しください、はい、ということで今回北九州人図館北九州イノベーションギャラリー影弘之さんをお迎えいたしました。いかがだったでしょうか。なかなか楽しくあっという間に終わってしまいましたけど、どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。